ポイントをどちらかが取りますとその時点で試合が終わります。こういった試合が非常に多くなります。釣り手が非常に低いですね、はい、あ、田中さん、ここで体落としに行ったんですけども、はい、ポイントなしですか。そうですね、ありませんね。ちょっと返されたような形になりましたけれども、今審判は、そうですね、三者ともに何もジェスチャーは表していませんので、副審も手も上がってませんね、はい、福見選手のヒヤッとしましたね。そうですね、しかしこの辺は逆に返すのもうまいというあたりは、そうですね、戦い慣れてる選手でしょう、はい、相手福見がちょっとバランスを崩したところをうまく浴びせてきましたよね。体を預けてジョシネが上になりました、はい、一瞬福見の背中がつきかけたんですが微妙なところを逃れました。ここはちょっと救われましたね、はい、ゴールデンスコアの延長戦も残り1分30秒福見ちょっとヒヤッとした場面がありましたが、しかし先に仕掛けていったのは福見だった。その積極性は持ってほしい。ジョシネ選手も全然下がりませんよ ね、 そうですね、前に圧力をかけてきているので、また奥ですね、福見選手が劣勢なような展開になってきましたよね。ジョシネの右手がスッと伸びて福見ともこのちょうど背中のあたりを持ちます。たった3センチではありますが、この階級の3センチは大きな違いです。1分少々で決着つくのか、あるいは旗による判定か。今度は口直しを狙っていって、ポイント入りましたね。そうですね、それを返しました。ただこれはちょっと有効ですね。ちょっと待ってください、ジョシネ選手がもろ手狩りに行ったところを、福見選手が横にかわしたんですね、はい、あ、ここで協議ですね。これはジョシネが今福見選手が投げたのではなくて、はい、少しかわしたのがずれてジョシネ選手がちょっと横に体が返ったというような判断なんじゃないですかね。ジョシネが口切り倒し、はい、あるいはもろ手柄に行こうとしたところをかわしただけ、はい、なんですが、ですね、今有効と主審が言いました、はい、まあ、これが協議されていますので、はい、まあ、この協議がどうなるかというところだと思いますね。これはどういう解釈かということで、はい、今4者による競技ですね、はい、あ、どうなりますか。微妙なところ技に行ったのはジョシネの方です。はい、どうなる。残り59秒、主審の判定は、あ、組です。組に上がりました。有効、ゴールデンスコア方式による延長戦最後の福岡国際、お母さんも涙。192個目の金メダルは福見友子の首にかかります。48キロ級最後のチャンピオンです。